いろんな人の話が聞けるところ、いっぱい知らない曲を聴けるところです。一番テンション上がるとき、会いたい方に会えたとき、みんなの恋バナを聞いてるときです。野呂さんのいいところは、うまくコメントできなかったときとかにめちゃくちゃ助けてくれて、先輩さすがっすって感じです。すごく心が温かい子だなっていうふうに思います。眠いときに適当に返事するのやめてほしい。野呂さんはどんな人？まともぶってる変人だと思う。何それ。あ、でも逆です。それで言うと変人ぶってるまともな人だと思う。ラジオとはいい意味じゃないぞと、一生を続けていきたいなって思う仕事。ルーミールーミー聞いてね。ライフタイムオーディオ東京 FM。